ルカのやつ、ぼーっとしてんな。大丈夫か？あんなことがあった後だもん。そろそろ動き始めたいけど、一発気合を入れたいな。こういう時は。行くぜ！え？どこにだよ！上だ！やほーい！屋上から飛び降りやがった！まずい！とにかく下に行ってみるぞ！いた！ルカ、大丈夫か？スカッとした。よかったですね。何のつもりだったんだよ、てめえ。え？パルクール？頭がおかしくなって飛び降り自殺図ったのかと思ったわ。やだな、気合を入れたかっただけだって。おかげでやる気出た。ならいいが、説明してからにしろ。怖いわ。みんな、大事な話だ。聞いてくれ。葵のおかげで、ある可能性に気づいたんだ。え、何？きっと私も気づいていることだろうが、言わせてやるよ。ああ、葵がそうだったようにさ。まだ中古がどこかにいる。それまさか、古株とか古参とか、そういう意味で使ってたりしないよな。する。どれだけ育ち悪いんだよ。ユッキーといえどもな。別に親御さんをバカにしたわけじゃねえよ。私をバカにするのは許さん。そうだな、私はいつだって優しいもんな。仏のようにな。そうそう。ん？そうだっけか。深く考えるな。というわけだから、私らより中古を探そう。中古言うな。で、どうやって？司令官の執務室的なところに登録名簿的なものがあったりするんじゃ。そんなところに入れると思うか？そこはユッキーがナイスハッキングしてくれるじゃん。できるならすでに提案してるよ。ユッキーに盗めないものがあるってのかよ。別に盗んだことはないが、軍の施設内だぜ。止まってるパトカーの前で信号を無視しろって言ってるようなもんだ。つまりその時は Easy to dance。 は？死ぬ君を見てる。え、ネタ？そんなのいつ仕込んだの？それに死なねえし。あ、そっか。デーペリンコ、やめろー！え？やめろー！もしかして？もしかしてじゃない、わかってるだろ、やめろー！の？そっちもやめろー！え？どっちもやめろー！待て待て、待たない、やめろー！話を整理しよう。整理するまでもない、やめろー！まず…まずもない、やめろー！何も話せない。話さないでいい、やめろー！やめろー！黙ってたじゃん。来る気配を感じた、やめろー！ルカさんがゼロに抑える努力をしての結果なら、それはもう仕方がないことじゃない？カレリン、この戦いが終わったら結婚しよう。
こいつがそんな努力してるように見えるのか？テヘペリンコか？うわあ！伝染してた！食い止められなかった！別にいいんじゃない？テヘペリンコぐらい。うわあ！テヘペリンコですものね。おしまいだ！死ぬのか？死ぬ。誰が？私が。なぜ？イラッときすぎて血管がぶち切れてくも膜下出血で。おいおい、マジかよ。マジ。ユッキーが言うならマジなんだな。ああ、分かったよ。え、分かってくれたのか。あんまり言わないようにする。今さら！そんな約束はどうに破られている。二度と言うな。え、二度と？最近ブームが私の中で来たんだぜ。もうかれこれ1ヶ月以上は経ってるから。あれ、意外とハマってんだな私。そうだよ、つぶつぶにハマっちゃってるよ。そうか、どうすっかな。とりあえず次行ったらさ。問答無用でぶっちゅーしていいぜ。ついに来た。ぶっちゅーしねえよ。していいよ。して何の得になるんだよ。二度と言っちゃいけねえなっていう戒めになるよ。本当か。そりゃぶっちゅーされたらいけねえなって気分になるよ。やべえもん。わかった。なら次は問答無用でぶっちゅーしてやるよ。ああ、覚悟しとくよ。こっちも相当な覚悟がいるよ。私たちも覚悟しておきましょう。その時になって錯乱しないように。うんうん。でもその中古さんを見つけて何をするというの？お前まで中古言うな。話を聞いてみる。話？だって私らが31番目の世代だぜ。もっと前にもセラフ部隊がいたし、戦場にも出てる。そん時のことを聞いてみようかなって。なるほどな。葵よりもさらに古くからこの軍にいる人間なら、他にも軍の違和感や秘密を知ってるかもしれない。だからそいつを探し出して話を聞く、そういうことだろ、ルカ。ああ、私もぼんやりとそんな感じのことを考えてたが、ユッキーのおかげで鮮明になった。話すくらいならギリギリか。よし、早速探すぞ。でもそれで無茶やって目つけられたらおしまいだぞ。監視付きになって自由時間も実際期になり得る。それだけは避けないとね。了解、慎重に進めよう。せやけどどうやって探すんや。人海戦術で聞いて回るんか。だったら私の出番ですね。陣頭指揮を取りましょう。お前、今はもう偉くないからな。知ってたし。お前絶対バカだろ。いた、静電気か。うちのサイキックや。やめろよ、痛いだろ。自分が弾をバカ呼ばわりしたからや。そうだった。でもすっとアホって出てこないんだよな。出るようになるまで電気ビリビリや。怖えよ。なんで嫌がらせにぴったりなサイキックレベルなんだよ。危なくて人に向けて使えないレベルであれよ。ちゃんと危ないわ。相手は真っ黒焦げや。ちょっと待って。ん？どうしたカレリン。ようカレンちゃん。この前すっと現れてたろ。すっと現れろよ。尺取んなよ。話は朝倉から聞いた。わしがおってよかったの。無能なやつらめ。なんだよ、何か知ってんのかよ。
誰も気づいておらぬとは、揃いも揃って滑稽よ。だから言えよ。ただで情報をよこせと抜かすか。そうだ。ふん、貴様が言うならただで教えてやるか。なんでルカヤと言うこと聞くんや、こいつ。では教えてやろう。30Gの中にそやつはおる。ユイナ先輩なの。その中の誰なの？背中に深い傷跡を持つやつがおる。あの傷は古い。さすがカレンちゃん、見てるところが違う。カレンちゃんから話は聞いたわ。有用な情報が得られたようね。いなくなるのは早いな、カレンちゃん。よし、探してみよう。さて、どこから探そうかな。どこに隠れていても無駄！カレンちゃんの手からは逃れられないのです！殺しに行くんじゃないからな。脅すだけよ。ダメだわ、無茶やって目つけられるなよって話聞いてなかったのかよ。俺はサンオイルデカ、お前には素焼き容疑がかかっている。おとなしく背中を見せてもらおうか。ふん、何を嗅ぎ回ってるか知らないけど、ほどほどにしとくんだね。はぐらかされたけど、別人っぽいな。気配がせぬ。ここではないぞ。そっか、じゃあ別を探すか。しかいない。このわしを無駄に歩かせるな。俺はサンオイルデカ、お前には素焼き容疑がかかっている。おとなしく背中を見せてもらおうか。ヤマトナデシコたるもの、みだりに他人に肌を見せることはありません。ガードが固い。次だ。俺はサンオイルデカ、お前には素焼き容疑がかかっている。おとなしく背中を見せてもらおうか。それはつまり、私にこのロリータ服を脱げと？キエー！やばい、なんか地雷踏んだ。逃げろー。俺はサンオイルデカ、
お前には素焼き容疑がかかっている。おとなしく背中を見せてもらおうか。背中？あ、なるほど。お目当ての人物なら学者の方に向かったはずだ。そっか、サンクス。内臓まで見透かしてしまうで。皆さん服を着ているのでよくわかりませんね。古くからいる人なら思い出に入り浸っているかも。ズバリデパートの屋上の遊具に乗って揺られているはず。だぞ。え、モナニャンじゃん。む、何やつだ。三一へのものだが。カヤモリだったか。覚えてないのか。名前を覚えるのは苦手でな。その制服を着てると皆同じ輩に見える。ほう、それほどこの制服を着ているやつを見てきたということですかな。なんだよその口調。だとしたらなんだ。あんたは何年も前からここにいてずっと戦ってきた、そういうことでいいかい。だとしたらなんだ。だとしたら聞きたいことがたくさんある。話すのは苦手なのだ。他を当たってくれ。そいつは失礼。と立ち去るわけにはいかないんだこっちは。なぜ。あんたほどの中古他にいないだろうからだ。どれだけ育ち悪いんだよ。まさに中古さ。響いた。知ってる情報をタダでよこせとでも言うのか。そうだ。どこまでも強気だな。簡単には話せない。何なら興味ある？そうだな。この軍が秘匿とする謎ならば。ほう、いい酒が飲めそうだ。何度も言うが、お前ら未成年だからな。え？モナニャンは違うかもしれないじゃないか。あ、本当だ。その可能性に気づいてなかった。やっちまったな。なんでそこまで言われなきゃならないんだよ。誰だってミスするだろ。いや、ユッキーがそんなことに気づかないなんて珍しいこともあるもんだなと思ってさ。そんなことどうでもいいから話を戻してくれ。その謎は私らが暴いてみせる。だから話してくれないか。お前たちは。ああ、ほら、ユッキーもなんか言ってやれよ。こいつはただのロッカーだけど、私は腕利きのハッカーだから、それなりに力にはなれると思うが。考えてる。落ちろ。声に出てるぞ。ちなみに、私という偉大な頭脳もいます。それは言わない方がいい。ほら
ら怪訝な顔つきに変わったじゃないか。そんな。そうだな、あれほどの活躍を見せつけられては無下にできぬな。いいだろう。よし、よく落ちたな。それだけあたしらがすごいってことさ。実績作っておいてよかったな。我は元 28F だ。葵よりも一つ先輩だ。どんな話が聞けるのかしら。我が謎に思っていることは一つ、仲間の遺体を見たことがない。見たくないよ、きっとグロいよ。お前が今共に戦っている仲間、例えばそいつが隣で致命傷を受けたとして、それでもか。え、ユッキー？そいつは見届けざるを得ない。我にはすごい仲間がいたのだ。きっとお前にとってのそいつのような。私にとってのユッキー。あんなこともする仲だったのか。あんなこと？ほう、二人はそのような仲なのか。察するな！お前らも変な目で見るな！何もない！違うのか？違う！ただの戦友だ！そいつは意外だ。そいつはな、フレンチトーストを焼くのがすごくうまいやつだったんだ。カフェテリアにある材料だけでも専門店で食べられるようなフレンチトーストを焼いてみせた。そいつの夢は地球を平和にしてフレンチトースト専門店を開くことだった。我はそれを隣で見届けることが夢だった。あいつはフレンチトーストを焼いて、我はコーヒーを入れる。ホールや経営も我が頑張る。二人だけの店だ。絶対成功する。大人気店になる。いつか二人で叶えようと約束していたのに、どうして我だけが残ったのか。作戦中お互いの背中を守り合うように戦っていた。だが突然二人は分断された。奴らが空から落ちてきた。あんな大きな跳躍ができるなんて当時ではありえなかったのだ。早く逃げろと言いながら、あいつは自分に引きつけようとセラフを振るった。そんなことはできぬ、あいつを置いて行くだなんて。我も戦いたかった。孤立した兵士があの中で生き残るなんて不可能だ。でも我は負傷して動けなかった。我はただ群れるキャンサーと、それと交戦する斬撃音だけを聞かされた。残酷な音がまだ鼓膜に焼き付いている。その後のことはよく覚えていない。情けないことに気を失ったからだ。我は基地内にある病室で目覚めた。救護班に運ばれてきたそうだ。あいつのことも聞いた。同じ病院に入院しているという。何度も面会を望んだが一度として許されなかった。3日後、あいつは亡くなったと告げられた。二人の夢が途絶えた。死亡時期になってしまってもよかった。もう何も成したいことなどなかったのだから。だが一つだけ我をとどまらせていたものがある。それがさっき言ったこの軍の秘匿とする謎だ。つまり遺体が見つからない。どういうことでしょう。見つからないとはまた不思議な言い回しだな。
そうだな。我は遺体でもいいから最後に会いたかったんだ。懇願したけど会わせてくれなかった。損壊が激しかったとか。もしあいつに限ってだけならそうも考えられる。けど違うのだ。我はこの戦争で一度として遺体を見たことがないのだ。それは自然なことなのか、ユキ。もちろんだ。過去の作戦でどれだけの戦死者が出てると思ってるんだ。むしろ避けて通る方が奇跡だ。司令部の指示ですぐヘリに乗せられたけど、私らも葵の遺体は見てないわけだしな。であろう。常に死とは隣り合わせなのに遺体を見たことがない。もちろんほぼありえないことだとは分かっているけど、我はまだあいつがどこかで生きているんじゃないか、そう思っているのだ。だから自暴自棄にならずに戦場に立ち続けている。それがあんたの戦う意味か。ああ、なるほどな。手を組まないか。具体的には。具体的にユッキー頼む。それぐらい自分で頑張れよ。超ダセーぞ。だって難しいんだもん。子供か。具体的にはお互いの情報を共有する。今後何か謎の手がかりを見つけて動く場合は協力する、だ。ほう、まるで仲間だな。ああ、ここからは天一卓勝だ。天一もラーメン屋だわ。一連卓勝。ああ、ここからは運命共同体だ。教えてやったんだから使えよ。言い換えるなよ、まだ反抗期か。ここからは行動や運命も一緒というわけか。ああ、どうだ。見ての通り我は愚骨者だ。寄りついてくるやつなんていなかった。変わってるな、お前たちは。まあな、変わり者の集まりさ。一緒にしないでくれ。 OK ってことでいいな。ああ、真相にたどり着けるまで運命を共にしよう。パラララパラララパラララ。モナニャンが仲間に加わった。それ宝物見つけた時の音じゃないか。よろしくな。こちらこそ。うんうん、頼もしいです。はっ、足引っ張るんやないで。お前のような小娘に遅れを取るとでも。楽しみにしておこう。こわ。葵はもういないけど、これからシーズレジェンドをどうしよう。ただ出したい音を紡ぐ。ギターを弾いている時だけは余計なことを考えないでいいな。なんや、その締めっぽい曲は。あれ、めぐみ。シーズレジェンドはもっとエモーショナルで激しい音楽やろ。めぐみは何しに来たの。ギターの練習に決まっとるやろ。スタジオにそれ以外の用があるかいな。隠れて練習してたの。別に隠れてへん。堂々としとったつもりや。ただいつも一人やったけどな。そっか、メグミンがそんなにシーズレジェンドを大事に思ってくれていたなんて知らなかった。はっ、ただの暇つぶしや。だったら、もう何も迷うことはないな。よし、シーズレジェンド、続けよう。ん？終わらせる選択肢なんてあったんかい？ちょっとだけな。メグミンがいてくれてよかった。ありがとな。けったいなやっちゃな。感謝するんやったら、ここの早いフレーズの弾き方教えてや。ああ、それな。オルタネイトピッキングできないと難しいんだ。なんか知らんけど、
速攻で覚えたるわ。メグミンは努力家だな。凡人と一緒にすんなや。うちは完全なる天才型やわ。